浮石注意、浮石。ここですよ。これが難量やな。で、難量終わって3ピッチ目終わったらこっちに降りてきて、このまま懸垂か、あのクライムダウンで帰れる。もう一回上がろうか。お、おい、こっちやぞ。さっき下まで行って元は上がってきてん。あれとか思って。降りるぜー。ゆっくり。そこあれや。先ほど。しません。ペンさんとかその小屋でも入って休んでから帰ってもらう。どう。聞こえとった。ステップしっかりあるんで、カバーもここあるから、でここステップありますから、次ここです。すごいよ。でここ持てます。こうです。そう降ります。下カバーです。そこまでやろ。そこまで。お、ケンさんに火がついたぞ。なんか見た目より簡単やろ、うん、もしロープ選んだらほんまに出すで言ってな、うん、あ、ケンさん来たやん、うん、ちょっと石落とすで、びっくりせんといてな、もう一個、オッケー、怖い。あ、出た。こことここの、ここにあるから、はい、で、あとはもう下階段、はい、ここもあるから、この人数おったら懸垂よりもやっぱこうやって降りれる力ある方があったらパッといける。あ、懸垂やと思う。懸垂ってその時間がかかる。そうそう、6人やからな、はい、朝来た道です。あ、ってことはあと残ってきたのが入ってくる。そうです。お疲れ様でした。な、早かったやろ、うん、なんか思ったよりもでした。な、よかった、ちゃんとあの手足あった。難量の取り付きです。こう思ったほどやったら、でも向こうから見たよりも、うん、いや、小動詞の方が怖かった。そうやろ、小動詞のワンピッチ目が一番怖かった。だからここはあの弱点つくから、俺が下山が一番怖かった。いいの、カメラなんな、いや、真っ暗なわ。カメラそれええよな、磁石でピッと撮れるの。めっちゃええでしょ、DJI。 もうこれめっちゃ楽ですよ。もうこうでだからどうしようかな、気持ち。バッテリー変えるときもめちゃくちゃ簡単。人間じゃ面白いもんでよ。さっきまでのとこから見たらここは天国だから。あ、上がらんねん、ここ。いや、どいける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 、どっちもいで、どっちもいで。俺がさっき行ったら思っただけやから。ああ、確かに片山先の方がいいかもしれんね、うん、で、そこ上がれるか、そっちも上がれるか。現在の時刻は17時39分、標高は2630メートルです。ケンさん、後ろからロープ張ろうか、俺。え、いやいやいいよ、大丈夫。もう困りし、もう言うならもっと先に言う。後ろは張るで。いいで。なんでや、断るわ。やっぱりケンさんはいけた。なあ、ようじゃん。なんか、なんでかんだ
ブツブツ言いながらも残るんですよね。ふと思い返した時に、あの時もうちょっとこうしとけばよかったって思いやったら諦めないでやったらいいと、ですよね。そうやで、滑ったあかんで。これ回収してきてよ太郎。休憩しようか。はい、ありがとう。水飲む？どうする？いや、あ、何も。うん。あ、ストック出すか。出してくれ。うん。こから。分かったよ。みんな優しくない？今日。いつもや。いや、今に始まったことじゃないよ。なあ。私の半分は優しさでできとんやから。そうやで。もう半分は俺やで。だんだんよくわからん。よくわからん。私、まあ、バファリンと一緒の、あの、例えしたんけど、バファリンの半分は優しさって言うでしょ。ローちゃんの半分は俺やぞ。よくわからんな、それ。で下降りたら、あの、テーブルで宴でもしよう。うるさいって言われたでしょ。この、何両行きたい人。みゆきちゃん一回行っとうからやんか、うん、俺も行っとうけど、ほんまに、いや、縁やったらもうほんまに俺も今日見たし、見た、今日見たどうしよう。そしたら、明日朝一降りて、うん、ほんで、9時からお風呂入っとうから、うん、まあ、それに合わせぐらいで降りて、で、お風呂行く行く、うん、で、美味しい生か食べて帰る、あ、食べる食べる。天保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 って何やったっけ。あ、違うか、食べたことない。あ、ない私らいつ もうすぐ帰ってしまうから。天保安くて美味しい。天保ってどこですか。もうあちこちにあるいっぱい。あちえで、あの、中華料理。長野のソウルフード。山本さん、天保さん、さっき日本を。え？楽しかったなって言ってた。ほんまに？うん。なんか片山さん心配してたよって言ってた。嘘。よかった。結構ね、満足感いっぱいなの、こういうとこ来ると嬉しい、うん、片山さん心配しちゃったよ。何が面白かったね。めっちゃ曲がった。私はだけじゃいけんの、くっけんかった、うん、ありがたい。そしたら明日はグルメと観光、うん、え、ロイゴちゃんの今日ご飯何買ってった今日、うん、何やったっけ。あの、UL 弁当ちょっとみんなでつまんでみてよ。あ、味見してみたい。どんな味。すごい美味しいから、うん、ほんまに美味しいんやん、ね、すごい。あれも画期的やぞ。太郎くんも怖い怖い言うて登ってまうからな。そうやね、怖い言うとうけど登ってまうね。結局ケンさんと一緒やねん。だって全然山登らんでも源次郎来たやん。そうやで、あんだけベテランのカッサン系がビビっとったのに。そうやで、無視して上がろうとしたん知ってんぞ俺。置いてちょっと待ってか、とりあえず行くから。帰れ。うん、分かっとる。こっから懸垂して降りろってか。じゃあ降りろって。一人じゃ降りないから。分かった、じゃあ降りろ。あの、ちょっと待って。タラさん、空いてる？うん。降りろって言うから、じゃあ降りろ。しょうがねえや。あれは？タテヤは？え、いける。いける？うん。一人じゃ降りれないからさ。おいて。俺。そやぞ、俺まだそんなに仲良くないのに。ああ、そっかそっか。しれっと俺置いて上がり出したやろ。来年はみゆきちゃんがギター言うとしな。ああ、すごい。現状残雪期な。そやけど、それ残雪の八つ峰をサンダーバード行くやん。ああ、なんか言ってましたよね。そうで、今年行けてないからな。でも来年行くんやけど、うん、俺も呼んでもらえるんかな。
ケースバイケースで言うと、もしつもだれつや。うん。何かあったんですか、ね、いや、だからやっぱり、ルートミスやろって思うとんちゃうかな。なるほど、この間のやつ。うん。でも俺はやっぱあの人数おったら、エリちゃんを全員がサポートできるって思ったから、うん、あのルート選んだけど、うん、やっぱりあの人数を最善で下ろすのもあって、うん、俺なりに考えたから、うん、おー、滑り滑り滑り大丈夫け大丈夫だよ大丈夫だよデイちゃん、はい、ガムつけてあー、腹立つわ米あなた米高くなんないけよ行けよじゃねえよ、おめえが竹よ竹関するからさ竹関するふざけんなよ、この今まで飲めよ竹関でもないことはないわけど、ちょっと竹関の竹関はやっぱ違うよね竹関もしてるか竹さんよかったね、今日おお、よかったうん竹さんよかったろうん、よかった、楽しかったケン様にあの、感謝しますいやいや、片山様です片山様はあの、ケン様の女性だから片山様のおかげでうん、こんなとこさ、私ら、ケンさんと私らなんて私なんかで生きるわけがないよう、言うわ一般道来ましたっけなんか食べておいたら早かったねあれやでも今日、なんか下段も早かったああみんなでワイワイやっぱ、うん、この道は早い道やからっていうのもあると思うよ最短ルートで来たからおい頭かな頭かなお疲れ様でした無事ありがとうございますじゃあご飯の準備してはいそんだけ思ったより短かったテント今日はホタテとエビのと鶏のフォー 70g でまさかの329カロリーと山のビーガンカレー 99g で387カロリー最高やなじゃあ今日はあの事故なく登攀できましたのでで、あのあれは流しといてくださいあこれかけたろ、これ消毒アルコール消毒それと、明日俺の誕生日です本当にじゃあおめでとうございますおめでとうございますえ、本当に、うん、本当に明日誕生日俺19日聞いてうまこれいけるうんいや、いけへんけどいけへんけど、飲みやすい、うん、寒いけどうまい梅酒が健康にえって最近思い出してたあー、喉進行発達したこのことやけど発達しよう、発達しよう俺も発達されたわけよ喉進行発達されたはい、はいはい、はい、片山さん、はいもう酔っ払った酔っ払った皆さん食べてよあれ出てきたあはいはいもうちっちゃいの入れてきたあやばあげてきたやったね食べてんのこれあれどこもうちょっと俺入れましたっけコーラとカレーの前のコーラの大根あら忘れたかなコーラの大根これね炙りたいわあったただこれあのこうやって炙ってね食べてください、うん、それうまいこれめっちゃうまいからケンさんのお土産めっちゃうまいこれねあの食べ方あんのよケンさんとリョウちゃん食べてあ持ってきてくださいはい使ってくださいうまっどこが火一番熱い温度が熱いかしと上や小学校になるで。ミュウキちゃんさあのホタルカゴにぶち開けてくれる。ちょっとだけちょうだい。あの残ったら持って帰ろうって言ったよ。何を持って帰って？また持ってくる人いる。めっちゃ美味しいよこれ。あのどたけでもあの。持ってくるよ。持ってくるかマシよ。これは酒が進むわ。これは酒が進むぞ。みんな持ってきた。飲まへん。一回言うてみたかった。やってんやお前。言ってみたいセリフ、うん、なかなか言う機会ないやみんな進まへんからね笑ってんねいやでも酒が止まるのは違う後半はナイスタルコスナイスやわえ何のすごい酒進むみゆきちゃんの目がもう今更褒めようがないからさ褒めんけど
ごめんけど。いや、みゆきちゃんのおかげで今日はほら、全部オールリードしてくれたの。いや、そうですよ。2人とも急に1000円言い出したらしい。リード放棄したって言えた。そんなやつおるよ、ほんま。リード放棄とか。リード放棄された。喜んで言っとったんや。またそう言って。やりたいって言ってたもんね。いや、涙を飲んで譲ったんですよ。でもあれって騙されたわ。俺、1匹目が一番仲良いわ。そう、そうなの。やかったやろ。1匹目が一番やかった。一番2、3匹目楽勝やったわ。そう、嘘つけ。2、3匹目楽勝ですよ。2、3だよね。2、3は一番、うん、全然なあ、2、3なかったな。1なんか全然歌ってさ、ガバモン。いや、1匹目最後ちょっと被ってたのか、うん、あれやかった。1ピッチ目でもうビビって、もう絶対2、3リードやらんって言ったらけど、2、3の方が全然楽やった。2短かった。短いし、あ、すごい。ボーちゃって、ボーちゃって。もうやしたもん。私、ガス、いや、1怖かったけどなぁ。うん。1だけやかったな。ねぇ。俺に3ピッチ目。すぐにどこやる予定だったんですか？ A2。あぁ。A2 の内縁機。あ、どの道くらいに強い予定だったんですね。うん。まあ、そりゃそうか。このメンバーじゃ。やっぱ太郎くん最高。予定が空いとったら絶対来てくれるから。人は軽いですよね。いや、でもそれもあの3週間前にそういう話をしてたから。ああ、そうなんだ。上野で、あの今度あの次来ないって話と、ちょうどその日予定が入ってるって話をしてて。あ、そうなんですね。でお互い中心になったから。うん。まだまだタイミングが良かった。そう、本当全く同じ動きをしてて。最近太郎くんと遊ぶ率高いから。東京来てくれるからね。ちょいちょいなんか江戸で遊んだり山で遊んだり。江戸この方もなんか遊んだ。うち2年ぶりやね。うわうわ、あのすれとこ、あ、今日は進むみたいな。これ今日はなぜかお酒が進む。1年分のお酒飲みよう。微量微量ですけど、1000円って高く聞こえるやん、うん、せやけどこれ原価聞いたら7割らしい。え、うん、局員の割に。そう、局員で7割だよ。あの全部じゃないけどな、平均高いやつは7割になるけど、全部落としたくないんやって。生ご飯イコール高いなっていう感覚が私は嫌やから、1000円でこれだけ美味しい一品を食べれるって思ってほしい。あで、言おうとな、これな、家庭菜園しよう言おうと。お湯ありますから、全部な、うん、ウイスキーに使ってください。野菜は自前ですね。野菜は自前で、家庭菜園な。何今書いて。結局、あの袋の中では作れないんですよね。あ、そういうやつもあります。そういうやつもあるんや。袋の中でできる。あ、それはしゃぶたらね、お湯入れるだけで。家庭菜園に、もう一回言うてんの。八ヶ岳行こかえたらな、初等身クラップ行こかえたら、俺が言ったんやよ。まあ、確かに言うだな。だけど今日はケイさんね、おかしいねって言ったよね。そう、ケイさん今日くるっと。うん、変やよ、ケイさん。くるっとって、ちょっと地方省やったか。うん、何を今さら言うてる。一括で兼務。うん、でみんな、今日小豆島クラシックを楽しんだの全部俺のおかげやよ。ありがとうございます。はい、そうなんで、そういう風にね。ありがとうございました。そうやろ。なんでほら、ごめん。ほら、いやから旅行旅行。そもそもさ、無線機あるにさ、なんでさ2番手の人が持つ、セカンドが持つなんておかしいやろ。それやばいな。ね、やばいですよね。俺はロープを手繰りながら上がってくれよね。俺、みゆきちゃんのいわゆるロープの引き上げを助けるって。それはダメ、ダメだと思うよ、そういうこと。怒られろ。ロープをこうやって。YouTube とか全部でも1ピッチ目が一番楽やいう話だったよ。2ピッチ目、3ピッチ目やったらいい、ね、やっぱりちょっと、うん、どこが楽なんだろう。いや、2ピッチ目やからどれやらの振りでもあるよ。ねえ、ルートがいわゆるミュウちゃんが示してくれたから楽なんや。まあまあまあ、いや、リーダーありがとうございました。リーダー全部赤なってんだよ。ほんと酔っ払いの顔やん。いや、たまにも酔っ払いつき。なるほど。ちょっと寝てくる。もうちょい待てよ、これは。何舐めてんねん。何してんねん。そこで寝ろ。はい、ご会長。おー。
編集せなかやこの食事を YouTube で流してよ。なんか古いがを、うん、だからたまたま立山あのクライミングの練習に行った時に帰りに神社寄って、あの来週A2 やし、ね、お参りして行けるようにが、なんかお祈りしてこようって、お参りしてこようって言ったら、そう、見て、初めてやろう、うん、って言ったの。で、一つにそんなこと言ったことないけど、行ってみたのが、そしたら鳥居の前ですんごい綺麗な人、あの胸のでかい、あんな人がさ、その鳥居の向こうから出てきてニコってして、で振り返って鳥居にほら入る時とか出る時っていつもこうやって お辞儀するじゃないですか、うん、そしたらさ、あの、その女の人はすごいさ、ピタピタのなんかあのレーザーのミニスカート履いとったん、うん、そしたらさ、私らがさ鳥居の向かうで入ろうとした時に、その人がこうやって来て、あの振り返ってお辞儀をするわけよ。そしたらケンさんも一緒にこうやってさ、そのお辞儀した人にこうやって見るのあんたのせいやよ、いけんようになったがと思って待ち当たりは待ち当たりやあれは男としてするやろ。前にミニスカート女の子はさ、ピッチピチのさ、文字でパンツ見えるんじゃないかいう、ピッチピチのミニスカート履いてさ、俺はあの釣り横出てあのあっていう当たって、あーゴンなんだ挨拶したわけよ。お礼した時に自分もこうやって一緒にこうやって見るわ。最低やん、ほんまに。まるみちゃん最近バリエーションハマってます。あ、そうなの。片山くんついにツアイトーンとかで行ってきたから、可愛いとこあるわ。うーん、まあ、いやー、ケンさん喜んでくれてよかった。テンション高かった。え、楽しそう。楽しそうだな。ずっと今日は良かった言うとったで。言うてた、うん、今日は楽しかったって。ちょうどいいルートって言った、うん、ちょうどいい工程やった。よかったでしょ、あそこ。よかった。楽しかった。風や、ああいうの楽しんどんだなって、今日実感した。和子さんが？そうそう。ジェラスやね。うん、和子さんも楽しんどんからね。そうそう。和子さんも楽しかったな、この間。面白かった。今日はつくづく実感した。ああ、こういう楽しいことしてるんだ。つくづく、しみじみ。しみじみやった。しみじみ言うたら、片山くんのおかげや。なんでよ、よう言うわ。実感できた。あ、でも、ヘラヘラね、楽しく、ホテルレベルで遊んだ方がね、うん、楽しいですよね、うん。またよろしくお願いします。いや、また行きましょう。はい、まあ、まだまだ。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。ます今日は本番から。今日本番。今日宴。宴。ほんまに。本当に誕生日なの。うん、すごい。どうやった。え、太郎さんと一緒やったっけ。じゃあ、僕らの人やな、太郎君と。私一緒やね。新さんと。あ、新さんも一緒なんですか。そう。新さん早生まれやからっていうマウント取ってくるの。早生まれ。学年が上やもん。ああ、そういうことか。なるほど。タケトやろ。あ、な、TJ には私そういう。私の早生まれやから。学年一個違うのよ。偉そうにすんねんよ。そう。私1月、あんた8月みたいな。そんなの関係ないじゃんみたいなことやるけど何違う。あいつに関しては大いに関係ある。関係ある。誰。全然もう全員映りたかったぐらいです。ありがとうございます。もう腕いいんすか。あ、はい、今のところは。本当ですか。今のところは、はい、大丈夫です。すごいですね。いや、今日こんなとこで会えるとは。どこ行かれるんですか。今日、まあ、大同心か小同心。あ、行って、うん、そうですね、行って、まあ、決めてちょっと混み具合見て。あ、多分今日あ、もちろんですか。ありがとうございます。また、はい。入ってきやった。